皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も飯場でやっていきましょう。今日はですね、ついに TOTS イベントが開幕したということで、イベント徹底解説の方をしていきたいと思います。で、後半にはね、市場で軽く選手の方も見ていければなと思います。じゃあ早速イベントページ見ていきましょう。はい、こちらですね。まあ、クラス紹介とかに関しては昨日ね、動画でお話ししたんで、それカットして早速イベントのね、進め方についてお話しできればなと思います。まずチャプター1に関してはウィークリーミッション、これをどんどんとやっていきましょう。書いてある通り、50ゴール達成、デイリーミッションを10回クリアする、 VS マッチ5回、アタック5回、マネージャーモード5回と、これをクリアしていくと、こうやってね、毎週報酬手に入れられて、そのウィークリーミッションをクリアした回数によってさらに報酬もゲットできると。見ていくと122、128の TOTS 選手から始まって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と TOTS イベント開催期間がね、8月8日までとなっていて、全10週あるんで、これも10週分報酬があると。なんでね、1回でも報酬忘れちゃうと最後までね、ゲットできないんで、必ずやるようにしましょう。で、報酬のこのパックね、125から127まで出るんですけど、どんだけね、125が当たらないかっていうのが大事。多分大体ね、125当たると思うんですけど、確率わかんないから、まあ、自分はもちろんね、全部やっていって10周分ね、一気に開封していこうかなと思います。じゃあ次チャプター2見ていきましょう。こちらに関しては2つやることがあって、まず1個こちらですね、 TOTS24 の特別マッチということで、ここでこのスペシャルトークン手に入ります。左側のマッチに関しては月曜日から金曜日にプレイできるマッチとなってまして、右のマッチに関しては土日のみ挑戦可能となってます。なんで必ずこれもね、忘れずにやるようにしましょう。で、このマッチね、両方1アカウント7回まで挑戦可能で、全部しっかりやるとこちらの125、128の TOTS 確定パックが引けると。なんで、まあ、全部で10周あるんで、3回までなら忘れて OK なんですけど、それ以上忘れないように必ずプレイしましょう。まあ、これもね、さっきのパック同様、どんだけね、125が当たらないか、これが大事ね。またこれもね、動画で引いていこうと思います。続いてこちらですね、 TOTS24 デイリーミッション、これがね、イベントメインのミッションになってくるんですけど、このデイリーミッションではこちらの TOTS24 トークン、これを貯めていきます。毎日ね、3つクリア可能で、これクリアしていって100個トークンでこちら引けます。で、これをね、どんどん引いていって、こんな感じでね、開けた回数に応じてまたね、報酬もゲットできると。書いてある通り、3回開封で開放とかで、一番最後まで行くと何回になるんだ、30回開封なんで、 TOTS トークン3000個集めれば OK と。で、このトークンね、デイリーミッション以外にもログイン報酬でも手に入るんで、なんでこれをね、使いつつトークンゲットしてパック開けていきましょうと。なんでね、なかなか大変、パック手に入れるの一つのなんですけど、まあ、気長にやっていきましょうといった感じになってます。じゃあ、あとはね、目玉の UTOTS 選手、これの獲得方法についてお話ししていこうと思います。どんどんとね、下見ていくと書いてあるんですけど、選手紹介があって、イベント紹介、この下ですね、こちらチャプター3、4、これに関してはね、6月の末27日のメンテナンス明けに来ると。なんでね、約1ヶ月間の猶予があります。見ていくと、基本的にね、 TOTY の時と一緒かな、 TOTS の選手使って UTOTS トークン、これをゲットしていきます。で、一応書いてある通り、去年の UTOTS 選手だったり、今年のね、 UTOTY 選手、これもトークン交換に使えます。で、この累積パック、これをどんどんと引いていきます。1回 UTOTS トークン60で引けて、 UTOTS24 チャンス、 TOTS24 選手、または TP パックと。で、この累積パック10回開封すると、 UTOTS24 確定の132選手ランダムパックと。またこれランダムなのが怖いけど、これが引けます。で、書いてある通りね、累積パックを10回開封するたびに1つ獲得可能なんで、1アカウントね、何回でも引けます。まあ、ただね、トークン貯めるの結構大変なんで、まあ、TPR の方はね、どんどんと挑戦していいと思います。多分このね、累積パックでも 1% で UTOTS 出ると思うんで、それでね、 UTOTS 開けれたらかなりでかいと思います。で、トークン交換のコストで見ていくんですけど、ほんとね、きつい。一応その使える OBR が126以降になってくるのかな。
126で30個、127で50個、128で75個と、もちろんこれね、TOTS イベントの選手となってます。なんで、127だと12枚交換しなきゃだし、128だと8枚交換しなきゃいけないっていう、なかなかね、厳しい。まあ他にはね、去年の UTOTS の選手を誤審にしたりとか、今年の UTOTY の選手を誤審とかで交換すると、がっつりね、トークンゲットできます。これもね、一応計算したんですけど、現状ね、UTOTS 手に入れるためには、約ね、2400TP ぐらいかかります。正直ね、かなり厳しいんですけど、まあ、さっきも言ったようにね、TP ある方はね、ぜひチャレンジしてもいいのかなと思います。そしたら続いて、TOTS で搭載された選手、こちら見ていきましょう。結構ね、強い選手もちらほらといて、例えばグリーズマンとかね、マエストロのダブルタッチ。で、もちろんデブライネも強かったね。セカストで。で、ルーレット。逆足ももちろん5あると。で、ロナウドとかね、スキブ残念だったわ。ヘディング。なんでこれにしたんだろう。謎。あと、サッカーもね、強いわ。オフェンスマスターで、ダブルタッチと。あとは、まあ、ムバッペとか、これも強そう。ベリンガム。結構ね、ルーレット持ちが多いんだよな。もちろんメッシはダブルタッチね。スキルブーストナイフだからね、これもかなり強そう。個人的に一押しなのはこのビルツね。これめちゃくちゃ強そう。スキルマエストロで。ダブルタッチ。逆足後もあるんで。これはおすすめ。あとワトキンス。これもクソ強そうだよ。パワフルで、ダブルタッチで。逆足後でしょ。これもかなりいい。あと誰だろうな。下見ていくと、フォーデン。これもいいね。スキブホークで、ダブルタッチと。結構ね、X とか見ると、なんで左ウィングなんだよっていう人が多かったわ。確かにね、左利きだから、右ウィング登録の方が良かったのかなと思います。逆足4だしね。あとはドク。これスキブロケットで、ダブルタッチね。あとはブルーノフェルなんですよ。これね、めっちゃ強そうだよ。羅針盤で、ダブルタッチで、特性めっちゃ持ってるんですよ、この選手。これもかなり強そう。もちろんね、他にもたくさんいるんで、最強選手ランキングなんかも作ろうかなと思います。はい、今回は TOTS24 イベントについてお話ししていきました。まあ、特にねやることないですね。とにかくあのデイリーミッションとスペシャルトークンが手に入る、あれだけね忘れずにやるようにしましょう。ほんとね、チャプター3-4の UTOTS、 こちらがね来てからちゃんとこのイベント始まるのかなと思います。それまではね、UTOTS トークン交換するための選手ね、ゲットしたりとか準備する期間でいいのかなと思います。正直ね、ストアに関しても買うべきパックないんですよ、 TOTS の。まあ、またね、6月になったタイミングでパックも来ると思うし、来週以降もね TOTS パックどんどん追加されると思うんで、その時に課金すればいいのかなと思います。またね、質問があればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。